ボン扉絵紹介。やっほーうさぽすぽす。この動画ではリボン最新号の作品の扉絵を紹介していくぽす。まずは関東カラー43ページ。純白の恋心をシンクに染めて、君を知って好きになって、全く新しい私が生まれたんだ。大興奮の究極ラブファンタジー。浅香典子先生の吸血鬼とバラ少女第38話、ファーストプロポーズ。ユミヤ君のキスで催眠が解けたチユ、人々を操っていた吸血鬼ルイスとついに決着。リレーカバーがずらりと楽しいリボンマスコットコミックス、吸血鬼とバラ少女1巻から9巻、最強の学園ラブバトル。アイラ先生原作の総長様溺愛中につき絶好調発売中。続いて40ページ。早速大人気、木下ほのか先生のレオと三日月第2話。気になる星の言葉がいっぱい。一緒に楽しくしていこう。中学生って意外と忙しい。よだかくんと2人だけの天文部を作ったものの、なかなか星を見る活動ができない。リボンマスコットコミックス1巻。
語でキュンするショートラブコメ連載、小林ゆき先生の骨の髄まで愛してね第13話、愛の補習授業にドキドキ、ルイトが浮気、まさかの三角関係、そしてメンヘラ彼女ミミがとんでもない強行手段に、待望の一巻、2月25日金曜日発売パス。続いてカラー41ページ、君へ近づく琵琶湖模様、40ページ、かすみん先生の